溺れる人魚は、島田総司による日本の推理小説の短編集。三たら清シリーズの一冊であるが、本作では、三たらしは脇役に止まっている。表題作のほか、人魚兵器、耳の光る子、海と毒薬の3編が収録されており、海と毒薬以外の3編は、リスボン、コペンハーゲン、ウプサラ、ベルリン、ワルシャワ、シンフェロポリなど、 日本国外の異国の都市を舞台とした作品である。溺れる人魚は、ポルトガルのリスボンを舞台としているが、精神外科に継承を鳴らしめることになった、日本で実際に起こったロボトミー殺人事件をもとに、執筆された作品である。また、人魚兵器、耳の光子の2編は、島田のエッセイ、名社交友録を2005年に原書棒から、文刷版として刊行するにあたり、 新たに書き下ろされた作品である。1972年、ポルトガルの天才、スウィマー、アディーノ・シルバは、ミュンヘン五輪で水泳4種目の金メダルを制覇した。間もなくして、奇病を患った彼女は、夫の同意のもと、医学界の権威リカルド・コスタによって、ロボトミー手術を受ける。その栄光から30年近く経った聖アントニオ祭の前夜祭りの日、 術後の経過が思わしくなく、感情の起伏を失い敗人同然となっていた。彼女は、リスボンの小さなアパートで、拳銃自殺をする。それと、ほぼ同時刻、アパートから2キロ離れた場所で、リカルド・コスタが拳銃で殺される。警察の調べで、コスタの命を奪った銃弾ガーディーノが自殺するのに、使用した拳銃から発射されたものだと判明する。 車椅子なしでは動くことができなかったアディーノは言うまでもなく、コスタの家までの道のりは前夜祭りの賑わいでごった返していて移動に夕に1時間以上かかり、アディーノでなくても犯行は不可能だった。事件から5年経った2006年、この不可解な話を聞いた科学ジャーナリストのハインリヒシュタインウォルトは、リスボンを訪れ余命ばくもない彼女の夫に話を聞くことにする。 ありがとうございます。